おはようございます。今日もね、また家から撮影をしております。前回トッポギをいただいた時にね、ちょっとタンミョンとか、太いやつ、太い春雨のタンミョンとかがね、ちょっと余っちゃったんで、何作ろうかなと思って、ちょっとね、ネットで探したらね、こんな長いトッポギ、長いトッポギを見つけてね、これ買っちゃいました。なんでね、今日は、前回の余ってるプルタックボックミョン3倍のやつですね、もあるんで、ラーメンも入れてラッポギってやつを作ろうと思います。で、一応ね、具材は買った長いトッポギと、タンミョン、あとはラーメンですね。プラスアルファで、なんか向こうの方ではね、おでん風みたいな感じにもするらしいんで、なんかはんぺんとかね、ウインナーとか買ってきたんで、まとめてぶっこんじゃいたいと思います。でね、共用にね、こんなでっかい鍋を買いました。なかなかね、ちょっとフライパンだと茹でられる量が少なかったんで、これを使ってね、茹でていきたいと思います。まずは今回もね、トッポギの方を水洗いしていきますね。こんな感じ。一本がね、超長いの。くせっ。前回食べたタンメンもね、お湯で戻していきます。そしたら他の具材を煮込む前にね、先にスープの方作っていきたいと思います。まずはね、味付けにコチュジャン、お醤油、で、一応ね、今日用意した具材が、ソーセージ、鶏肉、味玉、厚揚げとはんぺんだね、5種を入れていきたいと思います。はい、ってことでね、今お鍋の方完成しましたんで、早速向こうのお部屋で食べていきたいと思います。はい、ってことでね、今こんな感じで完成しました。でね、一応最後はこの前食べたプルタックボックミョンの3倍のソースをかけたんでね、ちょっと辛さとかは上がってると思いますんで、早速ね、いただきたいと思います。いただきます。まず今日の主役ね、これトッポギ、長い、あっつ、長いトッポギですね。いただきます。うまー、うん、あ、うま。この前トッポギ食べた時よりも煮込んでるからね、お餅とはんぺんの間みたいな食感、ふわふわしてんだよね、すげえ。
美味しい。うん、正直前食べたそのトッポギよりも美味しいな。事前にね、煮込んで火入れた方が美味しくなる気がする。うん、ソースもちゃんと混ぜて、ちょっとラーメンもね、あっそう。うん、あ、うまいけど湯気がすごい分すげえむせる。鶏肉、うんうんうん、まあ、正直あの鉄板で作った時とかブルダック食べた時と違ってね、汁なしとかみたいな感じじゃないんで、味の濃さはね今日はすごい薄いんですけど、お鍋っていうか、まあ、こうやって汁物としていただく分にはちょうどいいぐらいのうまさですね。うん、はんぺん一番熱そう。うん、こういうさ、コチュジャンとかジャン系の味付けにさ、やっぱり魚魚介系の風味ってすごい合うね。めっちゃ美味しい。あれ、タンメンどっか行っちゃった。タンメンあった。もしかしたらね、あの煮込みすぎたかもしれない。溶けちゃってる。うん、うん、まあタンメンもしっかり下茹でした方がうまいな。もうすするのはやめます。本当はね、ちゃんこ鍋とかそういう日本のね、お鍋をやろうと思ったんだけど、今日とにかく寒くてね、やっぱ辛いもんって寒い日めっちゃ欲しいよね。でね、コチュジャンも今日しっかり入れたからね、辛みというか発汗成分がすごくてね、汗だくなんですよ、もう。すげえ、もう体温まるをね、超える。うん、うまいな。卵固ゆで、あああとはもうね、ビールを飲まないとやってらんないよね。うん、厚揚げの存在は忘れてた。うまっ。あ、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 いたいたいた、タンメンいたいた。あったあったあった。主食とさ、練り物とお肉だからさ、すごい満腹感がすごい。もうお腹いっぱいだよ。あっちゃ。でも、もう冷めてきたっていうか、まあ、まだ湯気は立ってるけどさ、さっきよりは冷めてきたからすすれるでしょ。うん、無理でした。うん、口
唇赤くね。最後熱かった。ごちそうさまでした。今回の鍋ね、すごい簡単、美味しいし、まあ、基本トッポギってね、なんかトロトロっとした汁に絡めてって感じだったと思うんですけど、鍋風というかおでん風というか、まあ、こういった料理の仕方をしてもとても美味しい食材なんだなってことを初めて知りました。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。